さて、最近ちょっと寒くなってまいりました。この前はね、実家に帰ってたんですけど、帰ってくるついでに自分のね、テオくんパーカーを持って帰ってきました。そろそろ来ますよ、あの季節が、ロマンティックな季節が。そんな時、お店で見つけたのがこちらです。マジック・ザ・ギャザリン合ってんのかな。マジック・ザ・ギャザリンか、ギャザリン。みんなが知ってるって言ったら、デュエマとか遊戯王とか、あとガッシュベルとか、あっちだと思うんですけど、なんとこのパック1パック2500円です。で、お店の人に聞きました。なんでこちら2500円なんですかと。中に入ってるカードがまず15枚ですと。おー、15枚ね。でも普通のやつは5枚で150円とかだから、にしても高いと。なんでこんな高いんですかねって言ったら、なんかこちらのマジック・ザ・ギャザリンのカードが改めて作られたやつが入ってると。時盤っていうのは本当に1枚が数百万でやり取りされるようなカードばっかだと。めちゃめちゃ高く売れると。で、中には1枚1万7000円とかで売れるやつが入ってるわけですよ。2500円で買っても逆に儲けられる可能性もある。今回はこちらを開けて、高田の馬場駅査定してもらい、元は取れるのかやってきっしゃうしっし。そんじゃ早速こちらワイプ機能を使いつつ開封していきたいと思います。楽しみです。いきます。ボケで切りそうだけどね。あ、これ2500円のほら空気が出てくるよ。2500円、ノーマルカードとかでも3000円とか5000円あるから、本当にね、どれも無駄にできない。はい、来たー。こっちから来ました。1枚目は天空の先達です。こちらのお値段30円です。まあまあまあ、1円のものもあるって言ってたんで、30円なども全然いい方だと思います。次のカードいきましょう。うろつく仙山港。さあ、こちらのお値段20円です。おめでとう。20円、23、合計50円、OK。 次のカードいきましょう。それ、ジュコン。さあ、こちらのジュコンはおいくらなんでしょうか。こちらジュコンのお値段、なんと20円です。おめでとう、おめでとう。次ます。ドゥン、記憶の欠落。ついに来ました。20円です。おめでとう。5枚目いきましょう。せーの、ドン。岩だらけの高知です。こちらのお値段20円です。イエーイ。最初に出た30円高い方っていうね。それでは次のカードいきましょう。6枚目、ドゥン、無謀なる突進。来ました。こちらのお値段30円です。すごい。次いきましょう。7枚目、ドゥン、目鎖の終焉。こちらのカード、なんと1円です。検索しても出てこないのはおそらく1円なんで、これ多分1円です。次のカードいきましょう。続いてのカード、ドン。血止まりの洞窟。血だまりだった、間違えました。血だまりの洞窟でした。来るんじゃない、そろそろ3桁が。なんとこちら20円です。それじゃ次行きましょう。ドン。うわ、ちょっと良さそうだよ。海辺のレインジャー。なんと来ました。今回初です。10円。きたー。次行きましょう。連合儀仗兵。来ました。ついに来ました。最高額です。40円。すげえ。だんだん高いのが出てきてますね。次行きましょう。それ、おっと強そう。滅殺。もうこれデュエマでいたらデススモークみたいな感じだよ。来ました。30円です。おめでとう。残り6枚です。いきましょう。次、でん。強い。これは絶対ファイレクシアの摂取者です。これは絶対高いじゃん。来ました。最高額、ついに50円です。次いきましょう。だんだんクライマックスですよ。はい、次のカード、大祖師の資産です。こちらは50円を超えてくれるのか。ついに来ました。こちらの安そうな遺産は200円です。すごい、すごい。こんな1枚のカードを200円、降りてー。200円ぐしゃってやりてー。今これまあ、とりあえず取ってきましょう。次いきます。うわ、高そうよ。これ高そう。悪意の大袋はもう見るからに高いじゃん。さあ、こちらの悪意の大袋。まあね、20円、30円、50円喜んできました。900円です。すごい。900円。もうそろそろ元取れるよ。次行きましょう。すごい。行きましょう。それ、光ってる、光ってる。死せざる怒り。こちらのカードで一気に一攫千金ができるのでしょうか。こちらのレアカード、1万円とかね、いかなくてもまあ4000円とかならいいかなみたいな。さあ、最後に出たカード、ゴブリン。おそらく使えないゴミみたいな、もうガムを包んである紙ぐらいの勢いのやつだったんですけど、これ30円です。これピッカピカのやつ、これ10円、これ30円、これ900円。ードは本当に面白いです。多分、開封動画なら。何が何だかわかんないんで、これが900円だとは思えないな。さあ、こちらのピカピカしたの、誤算がありました。誤算がありました。こちら10円ではありませんでした。なんと、9円です。最後まで見てくれてありがとう。1パック2500円でやばくない？びっくりしすぎてすぐ買っちゃったよ。光ってるのに9円ってカードにもいろいろあるな。次回のスカイピースはこのカードたちを専門店に査定しに行ったら衝撃の事実が判明しました。驚きの3連発。そんじゃまた明日もよろしく。ピース。さあ、こちら傷がつかないようにもう一回パックに戻したんですけど、こちらを高田の馬場のハレルヤというところで査定してもらって一体いくらになるのか。こちらで計算した合計金額は約1300円になりましたね。2500円のパック買って1300円なんで、半分は取れてると思うんで、それだったら全然いいと思うんですよ。なんでこちら、今から査定しに行きたいと思います。いけっしゃい。